リチャード・モローグローとは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ウィルキンズバーグ出身の元プロ野球選手、元プロバスケットボール選手。ウトを右打ち。MLB と NBA の両方でのプレー経験があり、2013年時点で、アメリカ大学野球殿堂入りと、アメリカ大学バスケットボール殿堂入りの両方を、果たした唯一の選手である。プロゴルファーのブルックス・ケップカ デューク大学時代は野球とバスケットボールの両方でオールアメリカンに選ばれており、両スポーツで優秀な実績を残した。特にバスケでは839ポイントの NCWA シーズン記録も樹立した。大学を卒業した数日後にアマチュアフリーエージェントとしてブランチリッキーがゼネラルマネージャーを務める MLB のピッツバーグパイレーツと契約を交わした。 初年の1952年にいきなり遊撃手として95試合に出場し、同年の新人王投票でも3位の得票率を獲得した。また、1952年の NBA ドラフトで NBA のフォートウェイン・ピストンズから一巡目指名を受けて入団しており、この野球シーズンのオフにピストンズで一シーズンのみプレーしている。1五十三年と1五十四年は、 アメリカ陸軍で兵役についていたために試合に出場することができなかった。1955年にピストンズには戻らずパイレーツに復帰した。1960年は打率325で首位打者のタイトルを獲得し MVP も受賞した。以後、ナショナルリーグ遊撃手の打撃タイトル獲得者は2009年まで40年近く現れなかった。 チームもこの年にナショナルリーグを制覇しており、ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズ第7戦の4から7と3点リードされた8回裏にグロートは反撃の口火となる敵地打を放った。パイレーツはこの回に一挙5点を取り、9から7と逆転した。9回表にヤンキースに同点に追いつかれたが、9回裏にパイレーツは先頭打者のビル・マゼロスキーが ワールドシリーズ史上初となる劇的なサヨナラ本塁打を放ち、ワールドチャンピオンに輝いた。1962年11月19日に、ドン・カード・ウェルラとの交換トレードでセントルイス・カージナルスへ移籍した。1964年は、ワールドシリーズでカージナルスが4勝3敗でヤンキースを破り、2度目のワールドチャンピオンを経験した。 1965年10月27日にビル・ホワイトラとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。売却する形で1967年6月22日にサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍したが、1967年はトータルで打率。156しか残せず、この年限りで現役を引退した。ヒットエンドランの達人であり、パイレーツ時代は、 堅実な守備で二塁手のビルマゼロスキーと鉄壁の二、勇敢を形成した。打撃の方は非力であったが、打率3割以上を4度記録した。オールスターゲームには通算で5度選出されている。2011年にアメリカ大学野球殿堂入りを果たした。4年前の2007年にはアメリカ大学バスケットボール殿堂入りしているため、アメリカ大学野球殿堂と、 アメリカ大学バスケットボール殿堂の両方で殿堂入りを果たした最初の選手となった。ありがとうございます。